今年開業160周年を迎えるイギリス・ロンドンの地下鉄で85年前に製造されたヴィンテージ車両が特別に復活しました。多くのファンが待つ中、今列車入ってきました。真っ赤な車体に丸みの帯びたデザイン、非常に可愛らしい列車です。This is what I used to take when I went to school. So, 50, 60 years later, I've gone back in time. ロンドンの地下鉄は1863年に世界で初めて開業し、今年で160周年を迎えます。その記念行事の一つとして、85年前に製造され保存されている車両が2日間限定で運行されました。車内のランプは当時流行していたアールデコ調のデザインが取り入れられています。乗客は束の間のタイムスリップを楽しんでいました。